YouTube 聖書神学校の支援の学びの時間となりました。今日は支援の108編です。では早速支援の、108編をお読みいたします。支援の、108編支援の108編、歌ダビデの賛歌、神を私の心は揺るぎません。私は歌い、私の魂にまた褒め歌を歌いましょう。十限のことよ、盾ごとよ、目を覚ませ。私は暁を呼び覚ましたい。主よ、私は国々の民の中にあってあなたに感謝し、国々の中にあってあなたに褒め歌を歌いましょう。あなたの恵みは大きく天の上にまで及び、あなたの誠は雲にまで及ぶからです。神よ、あなたが天で崇められ、あなたの栄光が全世界で崇められますように。あなたの愛する者が助け出されるために、あなたの右の手で救ってください。そして私に答えてください。神は聖城から告げられた。私は喜び勇んでシケムを分割し、スコテの谷を配分しよう。ギルアデは私のもの、マナセも私のもの、エフライムもまた私の頭の兜、ユダは私の杖、モアブは私の足を洗うたらい、エドムの上に私の履物を投げつけよう。ペリシテの上で私は大声で叫ぼう。誰が私を要塞の町に連れて行くでしょう。誰が私をエドムまで導くでしょう。神よ、あなたは私たちを拒まれたのでありませんか。神よ、あなたはもはや私たちの軍勢と共に羊なさらないのですか。どうか敵から私たちを助けてください。誠に人の救いは虚しいものです。神によって私たちは力ある働きをします。神が私たちの敵を踏みつけられます。感謝いたします。支援の108編でした。はい、感謝いたします。では、早速、石黒先生の支援の108編の学びを見ていきます。支援の108編、賛美から祈りへ、嘆願は賛美のあと、概説、この支援はわずかな差異を除けば、支援57編の7節から11節と60編の5節から 12節を結びつけて作られている。ただし神の名はヘブル語ではかつてはアドナイであった箇所がヤハウェに変えられる部分がある。3節、57編と60編の著者が用いた原材料を、原資料を108編の作者が手にしていた可能性ももちろんある。この詩への成立時期は普通第2巻42編から72編の成立以後に置かれる。多分それが用いられたのは保守時代以降であろう。表題にはダビデの名があって、ダビデ詩集後の最初であることを示す。ちなみに、57編と60編はダビデ詩集2に含まれる。ただしこれはダビデを記念して作られた詩という意味かもしれない。注釈、詳しい注釈は本公開シリーズ支援1から72編の57編と60編を参照してできたい。1から5節、神への賛美、57編7節に2度ある私の心は揺るぎませんは、1008編1節では一度となる。また57編8節の私の魂別訳は私の栄光よ目を覚ませの動詞部分は消失し、108編の1節では私の魂もまたとして理解される。2節の私は暁を呼び覚ましたいは印象的である。おそらく日が昇る前に起き出て賛美を持って一日を始める姿を述べるであろう。3節、詩人は誰よりも先んじてヤハウェを称え賛美を捧げる。4節と57編10節との違いは、天の上にまでという前置詞1語だけである。神の恵み、契約に対する忠実さと誠はどんな被造物によっても妨げられず、非被造世界の全てを覆っている。5節の節中間に接続詞はうが挿入されている。内容的には
死の祈りの冒頭を思わせるマタイ特章の9節、6から13節、神への嘆願。6節のあなたの愛する者とはイスラエルを指導する作者自身のことである。詩人は、苦境に置かれても、自分が神に愛されていることを少しも疑わない。何節以下は神ご自身の宣言である。ここに挙げられる名はいずれもパレスチナの都市名や部族名、つまりカナンのすべてはヤハウェの所有である。シュケム7節はヨルダン川の西、スコテの谷7節、ギルアデ8節はその東側にある。9節のモアブは視界の東に位置する。ペレスの上で9節は60編8節のペレステヨという呼びかけよりも平行性がよく自然である。10から13節に戦いに赴こうとする釈者の懇願がある。勝利の人生を歩むには軍備よりもむしろ神ご自身の助けが必要である。現代の適用、この詩編の面白さは以前より存在した2つの詩編57編と60編からの引用が結びつけられて新たな歌につき、作り上げられていることにある。この工夫はどこから生まれてきたのだろうか。その中心テーマは神への嘆願6、11、12にあると見られるが、イニシエの支援がそのまま機械的につながっているというだけの作品ではない。この支援の構造からどんなメッセージが聞かれるのだろうか。57編の内容は嘆願から賛美へと移り、60編はその全体が嘆願である。それらはおそらく現実の戦争において勝利と敗北とを繰り返していた折に作られたのだろう。他方この108編は戦いを広く人生のさまざまな色の場に当てはめているように思われる。少し飛躍して言えばここから副次的に優れた古典に親しむことの益を教えられる。先人たちが残した名言や信仰の歌には時代を超えて心を打つものが多くある。もしそれらに精通しているならば自分の心の内にある感謝、賛美、情緒、思想などに最も豊かな表現を与えることができるだろう。さらに意味深いと考えられるのは1から5節が神賛美で6節以下が嘆願として結合されている点である。この構造に極めて新約的な響きが感じられる。それはイエスが祈りの模範として教えられた主の祈りの構造と一脈通じる。つまり神への嘆願は賛美を土台とし、より真実な神賛美を目指してなされる。マタイ6章9節以下に記録される祈りは父を皆が崇められますようにと始められる。これは詩編108編の5節、神をあなたが天で崇められ、あなたの栄光が全世界で崇められますようにから誘発されて出たものとは考えられないだろうか。ともあれ両者の根底にある態度はかなり似ている。信仰の祈りは単なる呪文や精神統一の手段ではなく、神ご自身を再発見し身を整えられる機会である。やたら機関銃のように願いを連発するのではなく、主の御心を探る場でなければならない。神を見出し称える平安のうちに信仰者の嘆願は位置づけられる。私は何を祈ってもよいが、エペスト6章18節、どこまでもその基調は、平安と確信とである。ピリピ人の手紙4章の6節と7節、主の祈りにおいてもまず神の大能と御業の偉大さが称えられ、その後に個人的な嘆願が置かれるように、詩編108編でも嘆願よりも神賛美が先行する。勝利はこの態度への祝福として備えられている。13節において、神によって、私たちは力ある働きをしますという勝利の確信に導かれるのは、しっかりとした信仰土台の上に祈りの基礎を置いたからである。感謝いたします。石黒先生の詩編の108編の学びでした。また次回の、詩編の学びでお会いいたしましょう。マスターでした。シアゲネスパッションプリーズユーシャロームバイ。